キンプリ平野紫仕様の主役座を奪われる人気低迷での序列で小入れの舞台裏。こんにちは、ジャニーズのファンの皆さん。今回は、ジャニーズの人気グループ、キングピンス、キンプリについての注目すべき話題をお届けします。キンプリの主役である平野紫仕様の座が揺らいでいる可能性があるという噂が広まっています。一体何が起こっているのでしょうか キンプリはスマップや嵐のようにジャニーズ事務所から期待されていたグループです。しかし最近の人気低迷から考えるとその期待に応えるのは難しい状況にあるようです。その背後にはいくつかの要因が影響しています。まず後輩のシクストーンズやスノーマンが急速に人気を集め、 テレビプロデューサーたちの間で彼らの需要が高まっています。キンプリは個々のメンバーを売り出すことが多く、グループとしての結束が不足していると指摘されています。また、楽曲も正当派なアイドル路線が多く、若い観客が離れているという声も聞かれます。一時期、センター的なポジションにいた平野紫耀も、 バラエティ番組などで頑張りましたが、その試みは成功に結びつかなかったようです。平野は天然キャラとして売り出されましたが、徐々に視聴者に飽きられ、他のグループのキャラクターが際立ってきたことが、彼の人気低迷につながったと言えるでしょう。しかし、金プリはまだ大変な人気を誇っており、ジャニーズ事務所も新たな売り方を模索しています。 平野に関しては俳優業に専念させ、代わりにバラエティ番組には橋山を売り込む方針とのことです。橋は正当花火少年キャラであり、天然ボケとしても定評があります。平野の場合、天然を演じているとの疑念も浮上していましたが、橋は真の天然ボケとして受け入れられています。これからは橋がバラエティ番組での活躍が期待されそうです。 また、俳優としての売り出しにおいては、長瀬角に焦点が当てられるでしょう。彼は NHK の連続テレビ小説、お帰りもね、での演技が高く評価され、ジャニーズ内でのポジションが上昇しています。これまで平野が主役を務めることが多かった映画やドラマにおいても、長瀬に仕事が回る可能性が高まっています。金プリは威発逆転を狙っており、 これまでの平野使用中心の売り方を改め、橋山と流瀬角を軸にして新たな展開を図るようです。ファンの皆さん、今後の金プリに注目が集まりそうですね。この記事を読んでいただき、ありがとうございました。ジャニーズのファンの皆さん、金プリの応援を忘れずに、